立山黒部アルペン切符の旅2日目でございます。今回はね、立山黒部アルペンルート制覇していきます。それではまず電鉄富山駅まで向かいます。それではね、6時1分の立山駅に乗って立山に向かいます。駅もこんなに変わりましたね。さあ、これからこの切符を使っていきます。さあ、普通立山駅6時1分発です。次は1番線です。さあ、立山駅にやってまいりました。さあ、立山駅で、引き換えてきました。アルペン切符でこちらでございます。じゃあね、今からね、立山ケーブルカーに乗りたいと思います。Thank you.
さあ、この部分バスでモノドアに向かいます。
長らくのご乗車お疲れ様でした。室堂ターミナル、まもなく到着いたします。バスが完全に停止するまではお座りのまま、忘れ物ないようお降りの近くお願いいたします。本日は立山高原バスご利用いただきありがとうございました。さあ、室堂に到着です。標高1930メートルかな、これ。あ、これは違う方か。あ、2450メートルですね。さあ、到着しましたよ。で、こちら立山のトロリーバスです。もうね、運行がね、終了するんで、29年間ありがとうというメッセージが込められてます。こちらにね、立山自然保護センターっていうねのがあります。で、今外出たんですけども、夏なんですけども寒いですね。結構寒いです、ここ風が。さあ、外に出てみましたけども、みんな一斉に写真撮ってますね。
から先はね、登山する人がこうやって歩くところになってます。僕はね登山はしないんで、こっからですね11月ぐらいに亡くなる立山トロリーバスに乗っていきたいと思います。時間はねまだあるんで、ここら辺散策したいなと思います。湧き水だそうです。さあ9時15分のトロリーバス乗っていきたいと思います。さあトロリーバスです。さあこのトロリーバスはですね、電車に当たるみたいですね。このトロリーバスはここ室堂駅から立山連峰の主峰小山のちょうど真下を走って大観望駅まで 3.7 キロの区間をおよそ10分で参ります。 Today will depart Murodo Station and travel directly under the main peak of Oyama in the Tateyama Mountain State to 大観望 Station。安全運行のため、ジャニーズ運転者診断のお持ちまで、お立ち寄りの皆様、ゆっくりとともにしっかりとお伝えください。We may have to stop suddenly for safety reasons. For your own safety, please hold on to the handrail when standing. バスの前後の確認はご遠慮願います。Please refrain from any flash photography.
Moi bus from the other side. この辺りは立山連峰の主峰、小山のバスタに当たります。ちょうどこの700メートル頭上に標高3003メートルの小山が天をついてそびえています。This area is directly below the main peak of Oyama in the Tateyama mountain chain. Exactly 700 meters above us, the peak soars at an altitude of 3,003 meters. この先、青色に光る照明は、トンネル工事最大の難所となった岩盤の強度が弱い火災帯があったため、建設当時、1分間に44トンもの地下水が噴き出し、この部分を突破するのに13ヶ月もかかりました。The area limits in blue light effect was where a fracture zone was discovered during construction of this tunnel. The bedrock was weak there, presenting the most difficult problem in this tunnel construction. At the time, more than 44 tons of...立山ロープウェイにお乗り換えとなります。係員の誘導案内に従ってお進みください。 We'll soon arrive at Daitanbo Station. Change here to the Tateyama Ropeway for Kurobe Dam, Ogizawa and Shinano Omachi. Please proceed as instructed by our staff.僕はトロリーバス最後の乗車でしたね。1回しか乗ったことないんですけども、さあ大観峰、標高2316メートル、高い、ちょっと雲かかってますけど、結構景色、めっちゃ景色いいですね。で、見えてるのが立山ロープウェイですね。さあトロリーバスの、ね、案内になって、ここに液タグがありますので、ここには、ね、液タグがゲットできます。
続いてはですね、立山ロープウェイです。9時50分発のロープウェイに乗りたいと思います。揺れる場合ございます。バスのキャストは近くのお手すり椅子にお持ちください。次の黒目台駅まで終時間およそ5分間で参ります。本日は立山ロープウェイにご乗車くださいまして誠にありがとうございます。 Thank you for traveling on the 立山ロープウェイ。このロープウェイは標高2316メートルの大観音駅から標高ありがとうございます。この黒部ダイヤ到着です。オールフォンはお足元のお直しと隙間にご注意ください。黒部平まで着きました。ここからですね、黒部ロープウェイに乗って黒部ダムの方に向かいます。お店とかね、お土産ショップもあります。ここではこちら黒部ケーブルカーで黒部湖まで向かいたいと思います。これに乗れば黒部ダムに向かうことができます。Thank you.
さあ黒部湖駅到着しました。ここからね黒部ダム駅と黒部ダム遊覧船行けるみたいですね。さあこの下がね黒部ダムになってます。めちゃくちゃでかいです。初めて行きましょう。放流してる。こっちはですね、この黒部ダムにせき止められた黒部湖になってます。ここではですね、黒部湖ではですね、遊覧船ということで、船が走っております。秘密基地感すごい。黒部ダムはね関西電力がねやっているものなんで、これをねがあるから関西に電気を通じるわけですよ。じゃあ黒部湖遊覧船、これがね体験できるということで大人1200円です。さあということでこちら1200円でした。遊覧船の乗船券を購入しました。10時55分の1200円でしたね。これでね今から、乗船ができるということです。この中にはねお土産とかがねスタンプとかもあったり、ん見覚えある人が、これは大物 YouTuber ですね。大物 YouTuber のシールもありましたよ。ぜひ見てみてくださいよ。この遊覧船なんですけども、今年の12、1月でなくなるみたいです。なので早めに11月ぐらいまで、もう今年ですね乗車する機会は間もなく終わりでございます。
ており、さあ30分のね遊覧船でした。それではね、向こうの方にこっち今から行きます。
1時間ぐらい黒部ダムをね散策しました。でお土産も一応買ってきました。黒部ダムのねここでしか売ってないクッキーとなんか帽子のマスコット買いました。でね本当はねダムカレーとか食べたかったんですけども、ちょっと混んでてちょっと時間なかったんで、今から、扇沢まで電気バスに乗っていきたいと思います。これがね、アルペンルートの乗り物は最後です。黒部ダムとお別れしまして、12時35分発の扇沢行き乗りに行きます。さあ12時35分発の扇沢行き、この並びに並んで最後です。もともとね完全トロリーバスが走ってたんですけども、ね、ここは電気バスに変わりました。設置当時、富山県側と長野県側からのトンネル工事が
さあ、扇沢に到着です。お客様にご案内いたします。それではね、ここに来たらね、ちょっと行きたいところがあるんですよ。そこに今から行きます。行きたかったのはね、ここです。トロバス記念館です。昔ね、トロリーバス走ってましたんで、ここね、覗きたいと思います。これですね、残ったトロリーバス。奇跡の一台って言われてますね。中に入れるみたいなんで、中に入ってみました。こういう感じだったんですね。それではですね、今から信濃大町までバスに乗って向かいたいと思います。さあ、こちらの信濃町行きのバスに乗りまして、信濃町まで向かいます。さあ、信濃大町駅にやってきました。これでね、アルペンルートは全制覇したんですが、このね、今使っている立山黒部アルペン切符はですね、大阪まで戻る切符になってます。今からですね、大阪に戻りたいと思います。今からですね、この今使っている切符はですね、往復北陸切符ということで、今から糸魚川まで行きたいと思います。新潟県の糸魚川まで行ってから、新幹線に乗って大阪に向かいます。さあ、信濃町に帰ってきました。これがですね、糸魚川方面に向かいたいと思います。さあ、次の電車が15時9分の南の谷行き。これで南の谷まで行きます。ありがとうございます。
さあ南小谷に到着です。さあ折り返し糸魚川駅の普通列車がやってまいりました。本日は糸魚川まで1時間ぐらいの乗車行きましょう。さあ糸魚川に到着です。ここから北陸新幹線に乗り換えて大阪方面へ向かいます。さあ北陸新幹線乗り場までやってまいりました。なんかですね、5時29分の敦賀駅遅れてる。それではこの列車で敦賀まで行きたいと思います。さあ列車やってきました。博多569号の敦賀駅です。17時29分発ですね。これで敦賀まで行きます。そこからサンダーバードに乗って大阪まで向かいます。電車が停車いたします。ハーブの風が開きます。ブラック柵にご注意ください。
敦賀到着です。それでは乗り換えていきましょう。さあ、このサンダーバード44号で大阪方面に向かいたいと思います。はい、ということでちょっと急遽用事がありまして、途中の新大阪で下車しました。まあでもね、大阪市内までなんでね、ここで下車しても問題ありません。で、今回はね、2日間かけて立山黒部アルペンルートに行ってきましたけども、初めてね行ったんで、とてもね景色が良くて結構楽しかった2日間でした。僕が今回使いました立山黒部アルペン切符なんですけども、8日間有効で結構お得に利用できます。大阪からや神戸からいろんなところから出ていますので、皆さんもぜひ使ってみてはいかがでしょうか。お、目の前に AC 灯が止まってますね。立山黒部アルペンルートはね、11月頃まで営業しているので、ぜひね今年行こうと思っている方はね、ぜひお早めに行ってみてください。立山トロリーバスとかもね、今年でなくなりますのでね、ぜひ行ってみてください。では、ここ新大阪でお別れします。今回はね、立山黒部アルペン切符を使ってみたという動画でした。ご視聴ありがとうございました。